ですね、なんと私やっぱりその12月に結婚式があるということで、ちょっとなかなかね、今ダイエットのスイッチが全然入ってない状況なんですよ。本当にびっくりするぐらいに。で、やっぱりちょっと一回こうダイエットモードにスイッチを切り替えたいなと思ったので、明日から私西野未姫は1週間のファスティングをしようと思います。ああ、もうめちゃくちゃ久しぶりなんですけど、昔 AKB の頃のダイエットとかはもう3日間何も食べないで爆食してみたいなことやってたんですけど、結局ね、なんかそれって一瞬だけだしリバウンドしがちなので、こちらのグリーンブラザーズさんの1週間のファスティングをやってみようと思います。これすごいいいのが、他のね厳しいダイエットとかと違って、運動制限も食事制限も少なくていいからすごいやりやすいということで、なんかねこういうのがあって、なんか朝とりあえずスムージーに置き換えて、その1週間のうちの中日の1日だけスムージーのファスティングだけで、あとはスープとかお粥とか、ほんと中3日だけちょっと頑張って、あとはスムージーに置き換えるだけなので、すごいやりやすいというか、私は結構何も食べないダイエットあまり良いと思ってないので、ファスティングって結構デトックス効果とかもあって美容とかにもいいって言われてるので、食べ過ぎたりとかすると私本当に胃が弱くて、胃がずっと苦しい感じになったりとかもするので、ファスティングでたまに1日だけ切り替えたりしてるんですよ。だからまあダイエットのスイッチを入れるという意味でもこれをねやっていきたいと思います。とりあえず明日からはスムージーを朝置き換えるっていう。でも私朝そんな食べないから全然余裕なんだよね。ファスティング日以外は豆乳や牛乳、ヨーグルトにかけてもいいんだって、このスムージー。基本コップ1杯に溶かしてやるらしい。私明日からスタートするんですけど、明日は私朝から撮影で、朝のもう6時集合とかなので、5時半起きくらいかな。なので、明日の現場で7時ぐらいに現場入りした時にまず朝のスムージー飲んで、お昼は明日はね軽めの食事、夜も軽めの食事でいいみたいなので、まあいつもね普段食べてるの結構軽めなので、中日だけ頑張るという感じで、明日久しぶりに体重測りたいと思います。もう測りたくない、怖い。48切ってたらまあちょっと一安心だけど、48超えてたら結構落ち込む、やばいと思うから、ここでちょっとファスティングして切り替えて、12月まであと本当にもう1ヶ月半しかないので、ここで切り替えて45キロ目指したいと思います。ということで明日の朝頑張ります。おはようございます。今日からファスティング始めたいと思います。今日のお腹こんな感じですね。今日のお腹はこういう感じです。1日目、そして体重は 47.2kg でした。よかった、48なくて 47.2 だからあと 2.2kg 落とせば結婚式までの目標に達するんですけど、今回の1週間で 1kg ぐらい落とせればいいかなって思います。では5時なのでお仕事を迎えたいと思います。では、朝の今7時ですね。朝のドリンクを飲みたいと思います。水に混ぜて飲みます。あ、うまっ、おいしい、甘い、うん、めちゃくちゃ飲みやすい。うん、もっと飲みにくいかと思った。ジュースクレンジとかやったことあるけど、結構なんかスイカの下の部分とキュウリ混ぜたような味のが多くて、でもこれめっちゃバナナみたいな、バナナ感が強くて、そうなんだ、バナナの味とか美味しそうだね、うん、美味しい、超飲みやすい。これを朝ごはんを置き換えて、これから撮影ですか？これからとある演技のお仕事を、私には珍しい演技のお仕事があるので、まあ、これはいつ言えるかわかんないけど、なんかちょっと涙のシーンがある、涙のシーンがあるので、私が女優としてちゃんと結果を残せるかここにかかってます。行ってきます。1日目は夜外食してしまったけど、おでんにして揚げ物は我慢しました。
おはようございます。なんとですね、今体重測ったら 46.6 でした。すごい、めっちゃ減ってた。なんでかわかんないけどめっちゃ減ってた。ちなみに今のお腹、2日目のお腹はこんな感じです。では今からこの朝ごはんを飲みたいと思います。豆乳とかでも割っても美味しいらしいです。お腹すいたな。今日なんでこんな体重減ったのかわかんないの。なんでだろう。すごい。そうかなんか。いただきます。うん、うまっ。これ乳酸菌が100億個入ってるらしくて、だから結構朝からすっきりちょっと出たからかな。それもあって体重が減ったの。昨日外食したのに便で我慢したけど、あー美味しかった。よし、 OK です。では今日も撮影なので頑張りたいと思います。2日目は夜は K と家のご飯だったのでお米も食べたかったんですが少しにしました。おはようございます。昨日はですね、今日というか朝の5時まで撮影だったので今9時であんまり寝れてないっていうのもあって、今体重測ったら 47.4 でした。増えてる。まあ仕方ないか。お腹はこんな感じです。まあそんなお腹出てるわけじゃないけど、めっちゃ寝てないし体が重いっていうのもある。水分もあるかもしれないんで、でも今日は夜スープなので朝スムージー飲んで昼ちゃんと食べて夜はスープに頑張りたいと思います。はい、今仕事から帰ってきて今からこちらのスープ、今日の夜ご飯です。今日は明日から1日ファスティングが始まるので今日の夜はスープだけなんですね。今日そんなお腹空いてないからいいけど、 K がいっぱい肉まんを買ってきちゃって、冷蔵庫にいっぱい肉まんが入ってる。食べたい。でかい。何これ、いっぱいこういうの買ってきたんですけど、私は飲めないかも。玉ねぎスープ、このスープです、今日の夜ご飯。あ、うまっ。でもなんかここ最近すごく寝不足で、だから体の調子があまり良くないから、これで一回胃をリセットしたい気持ちもある。 K は今リビングで美味しい肉まんを食べて、もう今日も太ったからね、休なきゃいけない。あったかいもの飲むとお腹がにたまるから、今日は1食しか食べてないので、明日体重を測ったら減ってますよね。ただちょっと今日はあまり快便ではなかったのでどうかわからない。3日目は夜はセットに入ってるスープだけだったのですが美味しくて意外とお腹いっぱいになりました。今体重測ったら 47.1 でした。まあ体重はあんまり減ってはないんですけど、でもお腹がめっちゃへこんでます。ちょっと腹筋がうっすら出てきてるような感じがしてます。なんかお腹もなんて言うんだろう、お腹がすごい張ってる感じとかもすっきりしているので、今日は1日ジュースのみで頑張りたいと思います。はい、ということで、今日のスムージー1日飲んでるので、今日の最後のスムージー、まあでもお腹は空いてます。正直お腹は空いてるし、まあ食べたいものを食べたい欲はありますけど、まあ明日になれば食べれるからね。今日は2人でケイとジムに行ってきて頑張って筋トレしてきたんですけど、ケイはこの後焼肉を食べに行ってるんです。いいなーって思って。ケイが一番痩せた方がいいんだけど、ちょっとなんかもう漏れてる。これで体重減ってるといいな。やばい、洗い物もしないと。なるべくあったかいものとか飲んでお腹空いてるのを紛らわしてます。でもこれめちゃくちゃ美味しい。これいっぱい飲みたいぐらい美味しい。このこれが
ほんと美味しい。明日も私朝早くて、明日の朝は演技のお仕事なんですけど、演技のお仕事ね、今まで本当に興味がなくて、コントとかそういうのはちょっとやりたいなと思ってたけど、ちゃんとしたお芝居をできないと思ってた、自分が全くできないと思ってたんですけど、意外とやってみたら意外とできるんだねって言われて、私なんでだろうと思った。なんかドラコイね、昔出てた時とか本当に演技できなくて、なんでこんな感情がうまく乗らないんだろうって思ってたんですけど、なんか自然と感情が溢れたりとか、でもそうや言ってもまだレベルめっちゃ低いですけどね、演技のレベル低いけど、でもなんか昔よりかはできるなんて、なんでだろうと思ったら、多分私この4年間ぐらいマジで韓国ドラマめっちゃ見てるから、韓国ドラマめっちゃ見たおかげで演技のなんかイメージがつかめるようになったのかなと思った。だからなんか演技のお仕事めっちゃ楽しくて、今まではもうバラエティで頑張っていこうって感じだったけど、演技も興味を持ち始めたのが本当最近で、それが明日その撮影なんです。だから楽しみ。やっぱ冷蔵庫開いちゃった。しかもね、うなぎをね、ケイがもらってきて、うなぎも食べたい。今日ジムに乗ってもちょっと痩せたって言われた。嬉しい。痩せたのかな。ちょっと引き続き頑張りたいと思います。4日目は1日飲み物だけで少しお腹が空いたけど、スムージーをたくさん飲めたのでしのげました。スムージー美味しい。おはようございます。今体重が測ったら今日は 46.7 でした。そう、ね、お腹ももう結構ぺったんこですね。腹が出ちゃうぐらいお腹ぺったんこです。いい感じです。今日は今から朝まだ5時半から撮影なので、撮影中にスープとかジュースとか飲んで今日も頑張りたいと思います。では、仕事が終わって帰ってきました。もう9時前なんですけど、今日はねめっちゃもう忙しくてご飯を食べる時間がなかったので、今お家に帰ってきてお粥を食べたいと思います。すごい疲れた。今日はね5時起きだったのでずっと撮影してて、なんか撮影とかしてたから気が紛れて食べたいとかそこまで思わなかった。いただきます。うん、うまっ。何このかゆ、おいしい。小豆っぽさがあっておいしい。なんかちょっと顔シュッとしたくない？私むくみがないのかな。このラインがはっきりしてる。ちょっとやってたかな。聞いてください。昨日やばかったんです。 K が酔っ払って帰ってきて、私も寝てて、昨日9時ぐらいにも寝ちゃって疲れて、 K が12時過ぎぐらい帰ってきてベロベロで、もこんな感じベロベロ帰ってきて、手にフレンチトースト持ってた。フレンチトースト持ってハハハって笑って帰ってきて、なんでフレンチトースト持ってんのとか言ったら、これはですねコンビニで買って食べましたみたいなこと言ってて、今度この動画載せますね。コンビニ寄って食べてしまいました。で1個買ったんです。買ったら2個あったんですけど、1個こぼし落としちゃって、それを拾って食べましたって言ってすごい笑ってて、まあ、いい加減にしてよって言って、今私明日早く寝るよって言って、で寝たのよ。これねちょっとあれって何してんのかなと思って見たら、リビングのヨギボーに寝っ転がりながらパン食べ、本当にもう私もう心折れたもん、ケイを痩せさせるということに。しかも YouTube でさ、2人でケイはパッパちゃんで私はシゴちゃんになるって言ったのにさ、焼肉食べてお酒いっぱい飲んで帰りにフレンチトースト食べちゃったよ。やばくない？本当にもうダメだ。ケイは譲れないよ。罰ゲーム決めればよかったな。絶対私よんが勝てるもん。てかおかゆうまいな。ハマりそう、おかゆに。明日もおかゆ食べようかな。めっちゃうまいんだけど、おかゆ。でもね、明日も一日仕事だから、お家で食べれないんだよね。おかゆってさ、温めたいじゃん。温められないよね、おかゆを。でも、うまー、おかゆ。明日お昼おかゆ食べようかな。ハマりそう、おかゆに。おかゆ生活しようかな、結婚式まで。本当に美味しい、おかゆ。もっと食べたい。
でもなんかこのグリーンブラザーズのやつやり始めてからなんか胃がちっちゃくなった気がする。今日もそんな腹ペコでやばいってなんなかったし、なんか少量でいいやって思えるようになった。脳基礎を正常にしてくれるからめっちゃ健康にいいよね。ごちそうさまでした。美味しかった。明日からは普通の食事に戻して朝はスムージーかな。おかゆ食べたいな。美味しいおかゆ。お風呂に入ります。ではまた明日。5日目はお粥がすごく美味しかった。胃が縮んだのかお粥でお腹いっぱいになりました。おはようございます。今日の体重は 46.4 ということで、最初に比べたら約1キロぐらい減ってますね。お腹がめちゃくちゃペッタコになってます。ご覧ください、お腹がめちゃくちゃ凹んでますね。感じです。残り2日、今日から朝はスムージーで昼夜は食べれるんですけど、ここまで来たらちょっと頑張りたいなと思うのでヘルシーに行きたいと思います。6日目はお腹がへこんでることが嬉しかった。むくみもなくなってきた気がします。おはようございます。今日が最終日ですね。体重がなんと 46.2 でした。すごい、めっちゃ減ってるよ。ちゃんと測りましたかね。 46.2 でした。こちらね、あのお腹をてか寝起きすぎて、もう前さからのまだめっちゃ眠たいですけど、久しぶりに 46.2 という数字を見た。お腹を見てほしい。本当にじゃん、めっちゃお腹へこんでない？すごいくびれてるんだけど、出てきた。めっちゃお腹へこんでます。じゃん、めっちゃくびれました。ということでめっちゃお腹へこみました。すごい嬉しい。なんか肌とかもめっちゃツルンツルンになったけど、ここだとクマで目立たないけど、肌綺麗ってめっちゃ言われるようになったんだ。最近起きた時もツルツル。今日はお腹がこんなへこんだんですけど、最終日ちゃんとご飯気をつけたいと思います。7日目は夜急遽外食になってしまったのですが、胃が小さくなっていたので少量で我慢できました。ダイエットスイッチが入ってタンパク質を意識してお米は我慢しました。はい、この昨日までの1週間でグリーンブラザーズのファスティングやってみたんですけど、マジでめちゃくちゃお腹がすっきりしたっていうか、今までこうお腹の辛い感じとか苦しい感じとかあったし、でも体重的には1キロしか痩せてないんですけど、本当に体がすっきりして、肩周りとかなんかむくみが全体的にすっきりした感じがするなって思います。しかもね、なんかやっぱり置き換えすることでね、摂取カロリーが9600キロカロリーもカットできるらしいの、この1週間で。だからランニングとか30時間ぐらいやった分のカロリーをカットできてるから、でもなんかあんまりそんなしんどいっていうのはなくて、で何より味が美味しいからすごいやりやすいっていうのが結構良かったかなって思うかな。酵素がたくさん入ってるから朝置き換えるだけでこうちょっと痩せやすい体になるっていうのもあるらしくて、そのおかげで本当にお腹がすっきりして嬉しい。なんか昨日も夜外食になっちゃって、最終日なるべくお肉とか野菜とか多めにして最後のご飯とか食べないようにしたんだけど、結構食べ過ぎちゃったかなと思ったけど、朝めっちゃお腹すっきりしてた。いやだからすごいわ、嬉しい。結婚式にね、あともう1ヶ月、もう1ヶ月しかないじゃん。やばって、本当にやばい、どうしよう。あと1ヶ月しかなかった、結婚式まで。でもなんか今回のファスティングちょっと気合が入ったっていうか、ダイエットスイッチ入ったっていうか、あんま夜とか食べなくても平気にはなってきた。胃が縮んだからなのか。だからちょっとあと本当1ヶ月肌のケアとかもちゃんとしてすっきり、あと1キロぐらいはあと1ヶ月で落としたいな。 46.2 だから、まあ、あと1キロ落とせば45ぐらいだから、1キロを1ヶ月で落とせればいいかなとは思いますね。このですね、グリーンブラザーズの、細かいことは全部概要欄に書いてあるので、ぜひ皆さん気になる方は概要欄を見てチェックしてみてください。っていうかケイがね、ちょっと太り始めてて、あんなにタイトするって、ちょっとこちらをご覧ください。私今家に帰ってきたんですけど、
テーブルを見たらね、こんなパンが置いてあったんです。私今日スーパーでちょっと買い物しといてって言ってスーパーに行ってくれたんですけど、これ買ってた。最近本当にね、あの人ねパンばっか買うわけ。昨日もさ外食して帰ってきてさ、今日はベロベロと一緒にコンビニやったんだけどさ、私が目を離した隙にさサンドイッチをね買ってたんだから、私はレジ並ぶ前にサンドイッチを取って返却した。このパンも隠したい本当。なんでこれを買っちゃう、パン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 ばっか言ってんの最近。どうしよう。 K はさパッパちゃんになるって言ってたけどさ、今日とか92とかだからさ、もう全然パッパちゃんになれない。だから K がダイエットするとか諦めてほしい。もう無理だと思う。でもそれで K と2人でなんか、ああ2人とも痩せれませんでしたってなりたくないから、私だけ頑張ります本当に。もうこのパンをどうにか食べないように隠さないといけない。結婚式まであと1ヶ月であと1キロ落とすので頑張ります本当に。皆さん12月5日まで楽しみにしていてください。